リッとしてますね。はい、このソース最高に肉なんて。どうも料理の兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、紀ノ国屋、渋谷店さんにお邪魔してます。コラボでございます。で、今回ですね、お酒の中日本酒が一番好きなんですけども、僕の大好きなですね、日本酒を、この日本酒ソムリエ AI がですね、選んでくれるっていうですね、パオリウム、あのハイテクメカ、ドッキリワクワクメカがね、紀ノ国屋さん渋谷店で置かれてるということでやってきました。すごいんですよ、この味わいから選んだり、気分から選んだりもできるんですね。食材のペアリングも選んでくれるっていう、びっくりドッキリメーカーということで、今回ね、せっかく、こさせていただいたんで、僕の気分に合ったね、日本酒っていうのを選んでみたいと思います。じゃあ気分から選びます。まあこれいろいろありますけども、日本酒でどんな気分になりたいですか？はい、僕はもう一つですね、解放されたいです。あなたにとって解放されたいイメージはどんなイメージ？あんまり日光が得意じゃないので、涼しげな川でお願いします。ここに出てくるわけですね。あっちの、じゃあ1位でしょう。あ、でもスパークリングってあんま飲んだことないな。清凶、純米スパークリング、いろんな要素があるな、これ。じゃあ一つはね、この清凶純米スパークリング決まりました。これ今回ね、楽しみながらやっていきたいと思います。あの、解放されながらね、はい、解放していきます。じゃあ気分は、決まりましたね。ちょっと味わいね、僕料理研究家ですから、味わいもちょっと大事なんで、これで1本選んでいきたいと思います。僕と同じ個性的な感じですかね。やっぱ熟成した味わいですかね。35歳なので、熟成した味わいを。うま辛満作、これちょっと気になるね。あ、これか、ここうま辛満作、これです。オニオンペースト、たくあんとか書いてあります。大丈夫かな、冒険したいで。うま辛満作をじゃあ2本目、決めました。はい、フードでもペアリング、行ってるみたいなんで、ちょっとそっちにも行ってみます。はい、じゃあこんな感じでね、ペアリング、今回はリンゴと青お酒として、ほうほまれ、はい、僕リンゴ使った相当美味しいですね、ポークソテーの、レシピがありますので、リンゴのソースとの日本酒ね、双方まで合わせてみたいなと思います。はい、それじゃあ戻りますんで、僕のキッチンにじゃん。はい、どうも、ということでいつものとこに戻ってきました。今回ですね、カオリウムに選んでいただいた3つの日本酒ね、楽しみながらね、料理をしていきたいと思います。今回はね、双方までに合うと言われたですね、このリンゴを使ってですね、リンゴのソースを使った至高のポークソテー作っていきたいと思います。ソース最高にうまいですよ、リンゴを使ったソース。皆さんあんまり食べたことないんじゃないかな。しかも材料めっちゃシンプルなので、これから作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあね、材料、まずリンゴ、これね1個使いません。で、富士リンゴを使います、今回は。はい、他のリンゴでも可能です。はい、半分使います。豚ロース、これね、2枚入りね、2枚入りの豚ロース。はい、ポークソテーって、このお肉が一番美味しいです。はい、このサシがね、ここに入ってる脂身がね、中に入ってるやつが一番うまいです。はい、両方入ってますね、これね。この脂が中に入り込んでるとすごく柔らかく仕上がるんで、こういうのを選んだ方がいいです。ここが真っピンクのやつでもできないことはないんですけども、こっちの方が柔らかいで、ジューシー。あとは、まあ、そういうもんに、サラダ、ね、買ってきたんですけども、リンゴと、豚肉だけでできる。はい、ということでですね、至高のポークソテーを作る上で何が重要か。至高のレシピっていうのはですね、僕の持ってる中でも最高のレシピっていう意味ですので、解放をしていかないとね、できないですね。己を解放する、これが一番大事でございます。僕の解放したい気持ちに寄り添ったお酒をカオリウムに選んでいただきましたので、こちらの清凶飲ませていただきます。すごいね、泡が解放した気持ちになっています。うまっ、すごくフルーティーです。あー、解放的に飲みました、お願いします。じゃあね、まずやっていきます。このリンゴね、あ、ちょっとね、僕今回手袋してるんですけども、右手怪我してしまって、怪我したまんまね、絆創膏とか貼りながらやると、黄色ブドウ球菌っていうのがね、食材についちゃいますんで、皆さん手が切れた時とか赤切れした時とか傷ついた時とか、必ずこういう手袋してくださいね。じゃないと食中毒の原因になりますから。リンゴね、2分の1個使います。で、これね、4分の1切って、で、このまあ皮の部分じゃない、種の部分ね、ちょっと、そぎます。ここ、うまそうなリンゴだね。切っていくんですけども、みじん切りにしていくんですよ、これね。
みじん切りにしていきます。こんな感じです。で今回はね、リンゴをこれソースにしていくんでね。じゃあね、こんな感じでね、あのリンゴ細かく、していきます。あの皮はね、あのつけたままでいいです。あのどのちょっとさっき切れなかったので、この一瞬で溶いてきました。うん、こうやってね、あの玉ねぎ切るみたいに、ね、切れるんです。僕はね、もともと洋食好きだったんで、果実を使ったソースは相当やってたんですけども、あんまりウケないからやってなかったんですけども、リンゴだったら皆さん結構買うんじゃないですかね。豚はアップルソースってね、結構ね、海外ではね使うんですよね。リンゴと豚を合わせた料理ってすごい、多いんですよ。なんで今回は豚とすごく相性がいいと言われてるリンゴ、日本酒、ソーホマレとすごく合うっていうんで、今回はね、このフレーバーを乗せて至高のポークソテーのソースを作っていきたいと思います。はい、これね、このまま炒めてソースにしていくんで、まずリンゴね、こっちに移しましょう。やっぱ富士リンゴだね。豚肉、ここに、脂身が入っているものがいいです。はい、ここにね、こう切り身、切り込みを入れます。これね、何をしているかっていうと、筋を切ってるんですね。筋っていうのはね、この脂身と、この赤身の間に潜んでます。ここをこうトン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 やっていくと、そうするとね、伸び縮みしないんですね。肉が縮こまらない。でこっちも包丁の先でやっていただけるといいですね。で今回の豚肉は結構薄いんで、厚い豚肉あるじゃないですか。厚い豚肉の場合は叩いた方がいいんですけども、今回は薄いです。1センチちょいぐらいしかない薄さなんで、叩かなくていいです。塩コショウね、味塩コショウね、味塩コショウっていうのはね、旨味調味料が入ってるんですよ。味塩コショウの味ってね、旨味調味料の味なんで、はい、これをね、肉に振るとね、すごく味が決まるんで、僕は好きです。なければ塩コショウでも全然平気です。まあ、全体まんべんなく振ります。このまま焼いてももちろんいいんですけども、僕の場合なんですけども、薄力粉をまぶします。ふわふわフラワーね、はい、これを表面にこうパファッサー、表面にファッサーっとすることによって水分が逃げないんですね。なんでにお肉がジューシーになります。特にね、こういうね、ちょっとね、厚みがちょっとあまりない、お肉であれば、薄力粉を振った方がいいです。ボリューム感も出ますし、ソースの、ね、辛みも良くなる。ポークソテーの時は僕は振った方がいいかなっていう風な感じですかね。はいはい、下準備が完了しましたんで、ソースを作っていきたいと思います。ソースを作っていきます。入れたリンゴに、まあ、ちょっとバターをね、20g から 15g ぐらいのバターですね、こいつ入れて炒めます。リンゴからも甘みが出ますので、めっちゃうまいから。これリンゴ炒めてる間ちょっと暇なんで、このね、個性的な、で僕と同じ個性的なね、日本酒カオリウムに選んでいただきましたので、旨辛満作入れて、あ、いただきます。ちゃんと日本酒ですね、これね。俺こういうの大好き。香りはすっごく飲みやすそうなんだけど、飲んでみるとすごく旨味が主張してきますね。これ美味しい。カオリウム選んでもらってよかったな、これね。はい、でそんなこんなやってるうちに、ね、リンゴがね、で結構ね、炒めちゃっていいです。リンゴは炒めることによってね、甘みがどん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 出てきますんで、結構炒めます、これ。はい、こんな感じですね。飴色玉ねぎよろしくな感じで、あ、はい、山田さん今行きます。さっきかなりボリュームあったじゃないですか、リンゴが。どん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 ね、リンゴの水分が抜けてしぼんでくるんですね。でそうすると甘みがね、最大限に引き立つ。これで、ね、ちょっと強めの中火で今やってます。ここで砂糖です。はい、お砂糖入れてもうちょい炒めます。熱の影響でちょっと萎縮してきましたね、リンゴがね。最後にこのポン酢、このソース最高に肉に合うんですよ。で熱々のフライパンに入れるとすぐ水分飛びますんで、で味見します。あまりにも水分飛びすぎたら少しね、お酒とか加えてもいいです。ほんと少量のお酒で
ちょっと伸ばしました。はい、じゃあ、広めのフライパンで2枚同時に焼いていきます。これね、2人分一気に作るんで、何これ、何入れたんだっけ。アラブラです。アラブラ、まあ僕は大さじ1ぐらい入れますね。強火で温めてから、豚肉が薄いからね、まあもうここら辺はね、豚肉の厚さで、火加減変わります。死ぬほど豚肉焼いて練習してください。はい、で豚肉を焼いていきます。で、豚肉もこれ、ソースを作ってる間にもう常温に戻ってますんで、豚肉はね、常温でお願いします。冷たい豚肉だと中まで火通るのがすごく遅くなっちゃうんで、それだけ気をつけてくださいね。で、火加減はね、強火でいいです。はい、カセットコンロの限界点。で、豚肉は内部はね、本当に、65度とか70度ぐらいがベストです。それ以上になっちゃうとどんどん硬くなっていくんで、なんでそこら辺を見極めるのがね、だからこれがね、何分とか言えないんだよね感覚なんですよ、これ肉だけは感覚。もうこれをね、感覚にしないやり方もあるんですけども、機械が必要なんだよね、低温調理器っていう。なんですけど、まあご家庭に今低温調理器はね、まあ1万円しないで買えるんですけども、それがないところはこうやってね、感覚で、完全に感覚でやるしかないですね。本当に。はい。そうするとね、小麦粉を振ってる分ね、焼き目がつきやすくなるんです、これ。はい、そうしましたら、ここをひっくり返して、はい、ひっくり返すタイミングはね、まあ、今1分から2分ぐらいありましたけども、まあ焦げ目がついたぐらいな感じですね。はい、で、ここからが重要なんですけども、まあ、今回薄いんで蓋はいらないんですが、もう中がですね、限りなく白に近いロゼぐらいが非常に美味しくいった合図になりますので、これはね、感覚なんですね。裏返したらね、中火にしてください。今さっきまで中火だったんですけど、中火にしてください。これね、はい、で、筋切りもしてますんで、あんまり今お肉取ってないですね。これちょっと取ってるけど、まあこれぐらいであればいい感じですね。で、これはね、お皿に、お肉お皿に乗せてからも、この余熱でどんどん中まで火が入っていくんで、これね、薄いんですよ、このお肉薄いので、裏返して1分半ぐらいで俺はいいと思います。はい、もしあれだったらノーカットでもいいや、うん、お肉の焼き方はね、カットしちゃうとどれくらい炒めたのっていう、どれくらい焼いたのっていう方いらっしゃるんで、はい、今中火で焼いております。で、裏はね、裏今こんな感じ、ね、こんな感じね、はい、こんな感じね、はい、パリッとしてますね。はい、そうしましたら、あんまり焼いちゃうとね、で、ここに焼いたお肉のいい油があるじゃないですか。はい、さっきのリンゴソースをフライパンに入れます。フライパンに入れることで、ここで、豚の旨味がね、こそげ落ちますんで。そしたらここに、これ見た目オニオンソースっぽいでしょ。
全然リンゴソースですね。これをたっぷり乗っけて、こちらで、至高のポークソテー完成です。はい、それではできました。いただきたいと思います。リンゴと合うっていうお酒なんで、どんな合うのこれは。いやー、このマリアージュ楽しみだな。いただきます。うまこれ。爽やかな甘みが合うっていう意味だね。絶対的なマリアージュがあると思う。肉の加減完璧。いただきます。世界一合うマリアージュですね、これね。リンゴの甘みも香りもちゃんと残ってるんですよ。そして、ここに、ポン酢のね、酸味と旨味がね、リンゴに移ってるんですけど、もうめちゃくちゃ美味しい。豚がね、柔らかすぎです。下処理をして火入れをしっかりすると、全然力入れないとサクッとね、ナイフが入るんですよ。絶対合うと思う、これ。お酒自体もね、そう褒まる。これめちゃくちゃ美味しい。あ、僕初めて飲みましたけどね。味に行きたいと思います。ブラックペッパー、これでね、ちょっとね、爽やかさ足す。この焼き方ですよ、これ。俺本当にポークソテーはこれでいいと思う。リングポン酢ソース、やってみてください。これカメラ止めてもらっていい？でもね、俺この組み合わせはね、自分じゃ分かんなかった。教えてもらったからこそ分かるんですね。ということで、この至高のポークソテー、柔らかく焼き上げたこのポークソテーと、じっくりリンゴを炒めて作ったリンゴポン酢ソースが最高に美味しいので、皆さんぜひ作ってください。はい、じゃあ今回ですね、紀伊國屋渋谷スクランブルスクエア店さんとのコラボでございました。なんとですね、この僕が試したあのカオリウムね、最高の日本酒たちを教えてくれた日本酒ソムリエ AI、 これがなんとですね、12月の8日まで体験できるということですんで、ぜひ皆さん足を運んでみてください。あのね、シンプルに楽しんで行ってみてください。そしたら最高の日本酒との出会いがあるかもしれませんよ、皆さん。ということで、今日は私はいいことしますんで、よろしくお願いします。で、ついになんか酔っ払って手切ったんじゃないかとか言われないですかね。え、酔っ払って手切った？酔っ払ってないよ。俺洗い物してる時にあのガラスが割れちゃったの。言っとかないと絶対言われるじゃないですか。酔っ払って切ったじゃないですか。酔っ払って切るのはこっちですからね。包丁持ってない手の方切るのが多いですからね。こっちは切らないですから、普通。はい。ちゃんとね、はい、あの料理酔っ払ってる時でシラフで切りました。はい。